乗り方はわかるな。うん。出発の前に発煙筒が積んであるのを確認してくれ。あった。よし、次に具体的な作戦の説明だ。お前さんにはエリア Y4、 つまりニューヨークのマンハッタンへ行ってもらう。サウス21ドライブに入ったら、そうだな、3番街あたりで適当な場所を見つけて発煙筒を使え。適当な場所？発煙筒のスモークが目立つ場所を見つけてくれっておった。エイリアンどもの兵器には火や電気、人間の生活を探知して集まる機能がある。それを利用してやるのさ。わかった。ピギー忍者作戦の成否はお嬢さん次第だからな。ピギー忍者って？単なる作戦名だ。変なの。お嬢さん、バイクの調子はどうだ？それ、UEF 標準装備の量産型なんだけど、秘密があるんだ。エンジン周りは戦前のパーツに交換してあるんだぞ。ああ、そういうの好き者の間で流行ったよな。悪いかよ。フォボスの趣味か？俺はてっきりロスコルが。俺だといいわけ？いかにもそういうことやりそうだからな。教えてくれ。作戦名のピギー忍者は例によって映画のタイトルなのか？市長の命名だろ。だったら絶対映画ネタだな。私ではない、俺だ。映画じゃなくてテレビ番組だ。発煙筒を使うシーンがある。それだけだ。いかにもくだらなさそうなタイトルだな。否定はしねえよ。ライブラリーにあったか？ない。ガキの頃テレビで見たきりだ。ああ、テレビ懐かしいよな。テレビの話題が続くようなら以降死後禁止にする。はいはい、了解。さあみんな話を変えろ。
PSS コール。お嬢さん、現在地を報告せよ。ああ、いいよいいよ、こっちで確認するから。おとりになってもらってるのに悪いからな。甘やかすな。そういうわけじゃないけど、マンハッタンまではもう少し時間がかかりそうだな。よし、雑談タイム再開だ。でも映画の話はもう飽きたぞ。これまでに食べた一番うまいものの話はどうだ。俺はやめてくれ、どうせ食えない。悲しくなるじゃないか。おい、アルベルト、たまには何か話せよ。強制か。もういい。今日は俺の誕生日だ。以上。以上って祝ってやるから遠慮するなよ。祝うなら来年の誕生日にしてくれ。そりゃ約束できないね。うん、この話題も悲しくなるね。ダーリーがいりゃな。 PSS コール、移動中の死後を禁ずる。PSS コール、お嬢さん、お前は今目的地にいる。さあ、派手にスモークを立ち上らせろ。PSS コール、こちら発煙筒を使った。了解。敵が集まるから気をつけろよ。戦えばいいの？ああ、その後にもう一本発煙筒を使え。適当に場所を変えるんだ。了解。適当にやる。
ジカルリペア。障害物は消えた。さあ次、急げ。PSS コール、発煙筒、2本目。了解、引き続き頼む。了解、引き続きやる。こちらホボス、障害物の排除を確認。PSS コール、発煙筒、3本目を使った。了解、集まる敵にご用心。その調子で頼む。こちら引き続き移動中。
ビギー忍者を継続せよ。作戦名は変えてくださいよ。やっぱり締まらない名前だ。ならば今後作戦名は私に任せることだな。了解、鉄拳でした。以降本作戦を摩天楼キャンパーと呼称する。内容はピギー忍者を引き継ぐこととする。今度はどうかな、お嬢さん。うん、やはり分かっていないな。まあいい、では作戦再開だ。楽しそうだな。